はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。タマランチン会長様、ヒカルヒカル様、ケイウチ様、水戸のヒロヤス様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただき、誠に、ありがたく頂戴して、政治活動資金、させていただきたいと思います。そういえば、水戸のヒロヤスさん、この前の池袋のデモにいらしてくれましたけれども、次も来てくれるんでしょうか。水戸は遠いわな。1時間かな。電車で。11月19日、外国人実習制度廃止デモ、池袋でやります。12月29日、メール党員様、懇親会やります。来てね。応募、正式告知は、まだ間があるんで、ちょっと後にしますけれども、予定開けといてください。蕨市郵便局、立てこもり事件犯人逮捕、続報。犯人は、鈴木常夫でいいのかな？86歳。びっくりしますよね。86歳。元暴力団員、小指なし、アパートに放火し、戸田市の病院で、40代医師と60代患者さんをソ連製トカレフ、もしくは中国のコピー品トカレフで撃った後に蕨市に移動し、郵便局に立てこもり、トカレフは現役暴力団員時代に、入手かな、古い銃ですね。1933年に作られて、トカレフ TT33 って名前かな。人質は女性職員2名、1名は自力で脱出、もう1名も無事に保護されました。付近のパチンコ店で台バンバン叩く姿がたびたび目撃されている態度の悪い客であった。病院では扱いに不満があり、院長に会わせろと要求していた。院長うつきだったんでしょうか。立てこもったのは職員と話がしたかったなどとふざけたこと言っております。郵便局には18リッターポリタンクに液体と複数のライターを持参。灯油かなんかかな、燃やす気だったかな。竹藤の小殺事件ってご存知ですか。職員縛り上げて灯油撒いて火つけて数人、焼き殺したっていう、ひどいやついて死刑になってたような覚えがありますけれども、報道ヘリがやかましく防災放送が聞こえなかった。災害の時に要救助者の声が聞こえないって散々批判されてたのに、本当に学習しねえよね、あいつらね。潰すしかねえよね。警視庁と埼玉県警の特殊部隊が出動。私の感想なんですけど、86歳のジョーカーだなー。正真正銘人間のクズだな。見た目の印象は妖怪ですけどね。18リッターの液体運べた年齢の割に無駄な体力と。どうしたらこういうモンスターが出来上がるんだろうな。不思議だな。まあヤクザもやってたらしいですから、元からそんな人格者ではないことは分かっておりますけれども、何狙ったの？放火やって、銃使って殺人未遂やって、人質取って立てこもって、放火未遂、そこも放火未遂って、灯油だのライターだの用意して、準備周到の放火未遂って、生きてる間は出てこられないですね、これね。死ぬまで牢屋だったら実質終身刑なんだけど、同じく人間のクズの飯塚幸三同様にですね、面倒を見る刑務官が大変ですな、気の毒な。これは年齢とともにだんだん劣化していった事例になるんでしょうか。脳が衰えて理性が衰えてくる、で人間の本性がむき出しになってくる、老化でね。だからこいつの本性はモンスターだったのな。増税政権、公務員給与を上げる法案提出、総理は30万円、閣僚、大臣ですか、20万円、賃金アップで生活苦しいのに無神経と炎上、もはや何やっても嫌われるモードに入っちゃってんのかな。世論です。庶民は一回きりの4万円なのにね。人の神経逆なでするプル。金持ちボンボンはたった30万で文句言われるとは思ってないんだろう。上がらない人の方が多いのに。自らの賃上げに関しては検討するまでもなく実行。
支持率が下がり続ける理由がよくわかると。安倍総理は9年弱の期間ですね、ずっと2割から3割の報酬返納してたんだよね。どうしても比べちゃうわな。公務員の給料は民間の様子見ながら人事院が決定いたします。民間所得の平均だか中央値だか、忘れちゃいましたけれども、なんか複雑な計算方式やってね、民間の相場に合わせるっていうのが、決まり。総理だけ目立ってるが、去年民間はですね、大幅に賃上げに成功したんで、最低賃金も10月から上がってるんで、岸田だけじゃなく、公務員全員上がるんでしょうね。会より始めようじゃないですけれども、総理上げないと、ことには公務員も上がらないっつうかね。公務員は楽して高給でずるいって思い込んでる方、それはメディアの洗脳であります。日本国を弱らしたいゴミどもがですね、公務員叩きせっせとやって、公務員の仕事を複雑化させて日本の体力奪ってる。無駄な仕事が非常に多い。結局はね、8、9割が自分が責任取らないための作業です、公務員の仕事って。それは一部のね、高級官僚と呼ばれる連中はそれなりにもらってますけど、豊島区職員の給料安すぎてですね、これじゃ豊島区に住んで出産育児教育無理じゃんねーって。2人子供を育てるのに 3LDK、必要だけど家賃払えねえよなこれじゃなって思いました。公務員よりメディアの方がもらってるよね。特にですね、自衛官、警察官、消防士、海保なんかは上げてあげたいですね。公務員の給料が低いとどうなるかっていうと、汚職が横行するんですよ。事業予算からちょろまかしたりするようになる。ロシアの警察官は交通違反の罰金で生活してんだって。給料安すぎて、適当にとっ捕まえてきて、外国から旅行者なんかがよく餌食にかかるみたいですよ。なんか欧米のですね、チップで稼ぐ、給料よりもチップが多いっていうウェイターさん、ウェイトレスさんみたいだな。続報なんですけど、あまりの評判の悪さに岸田、3割返納しようかなって言い出したみたいであります。グダグダだな。安倍総理みたいに最初からやれってぇな、ぬっぽけぇ、ね、ふざけてんのかっていうような 感想を持ちます。増税政権、経済対策費用に17兆円使うと閣議決定。4万円税免除に 3.5 兆円、非課税世帯7万円給付に1兆円、少子化対策に 3.5 兆円などなどだそうです。世論やってるかん、バラ向きしか思いつかない自民党の限界。そんだけやったら消費税減税できるんだ。4万円は来年6月。実行が遅すぎる。規模的に消費税 3% が可能なのに、意地でもやらない。取り上げまくってちょっとだけ返す詐欺。物価高、社会保険料値上げ、レジ袋有料化で庶民の生活は苦しくなるばかりと。去年の消費税、税収総額は23兆円だったんですね。17兆円ってことは23兆円の7割に相当するんで、やろうと思えば消費税 3% が可能なんですよ。可能。ちまちまばらまくよりよっぽどね、こっちの方がインパクトあるが、まあ、財務省に洗脳される岸田にはできないし、思いつきもしないんじゃないかな。で、合計で5兆円ばかしばらまくって言ってんでしょ。減税という名の過払い金返還で、と、非課税世帯に、まあ、7万円ですか。で、5兆円ばかし使うって言ってるんでしょ。5兆円って言ったら、消費税 2% に相当するんですよね。したら、死ぬ子の言わずに 8% に戻したらいいかっぺねってね。したらね、景気もね、盛んになって、熱くなって、税収返って増えんのにね、バカなのかなって思います。菅直人政権の時にですね、財務省が本音漏らしてたんですよ。菅直人があまりにもバカで言うなりになったんで調子こいたんでしょうね、財務省のね。不景気だから増税とか言って、賢い自分らは金を上手に使うから民間に任せるよりも好景気になるって
傲慢を財務省がかましておりました。それね、チュチェ思想っていうの、主体思想ですよね。もちろん完全完璧な存在などこのように存在しないんで、ただの思い上がりなんですけどね。日本で最大の反社組織は財務省かもしんないな。 NHK プラス民放とどっちが有害なんだろうな。今日の単身です。電力大手8社すべてが過去最高益を叩き出す。ロシアがバカやったせいで燃料は上がって苦しいから値上げさせてくださいって話だったが、想定よりも値上がりせずにむしろ値下がりしてるんで儲かっちゃったっていうことらしいであります。だったら電気代も下げてよ。イエメン政府、イスラエルに宣戦布告第5次中東戦争開始ですね。イスラエル政府、ガザ住民を全員エジプトに引き取ってもらうことを検討中。エジプト政府は拒否。ガザを無人にしてイスラエル人たちが移り住もうって考えてるのかな。もうとってもね、強制とか溶け合うっていうのは無理だからってことでね。西成鎌ヶ崎の路上で、ブルーシートを敷いて睡眠導入剤や抗不安薬を並べて売ってて、そういう連中が20人ばかり、そういう簡易な出店っつうの、出店とも呼べないような、まあ路上販売が20人ばかり。生活保護は医療費無料なんで病院をはしごして薬をかき集め小遣い稼ぎと。来年は紙の保険証廃止で受信記録が紐付けされるから根本的に対峙できますね。あれ、あなたどこそこ病院で同じ薬もらってるじゃあありませんかってすぐバレる。一体これで今までどれぐらい損失あったんでしょうね。マイナカード保険証に反対してる共産党や令和はこいつら、こういうずるい連中の仲間ってことですよね。送還拒否者の3分の1に犯罪歴あり、薬物暴力、傷害殺人まで幅広く、送還を拒否できるようにした民主党が一番悪いですよね。憲法学者石崎学さんって方、研究したくて憲法学者になったのに、周囲の憲法学者たちは政治活動ばっかやってて不快、知ってました。最高裁あんのに憲法学者って果たして必要なのかな。外野がガヤガヤ騒いでもね、結局は最高裁で決定するんでしょ私は憲法学者って存在は宗教学者と一緒だよなって思ってます。10月29日時点の今年の熊被害は18道府県173人で過去最悪。福島県会津若松市の住宅街のど真ん中で80代女性熊に襲われ心肺停止状態で発見される。体には熊による傷が多数。北海道大仙岳だけを登山中の30代と40代の男性消防隊員が熊に襲われナイフで応戦、軽傷を負うと。消防隊員強えな。私この見出し見た時、登山好きなタックンかと思っちゃいましたよ。北海道って知らなくてね、見出しでね。タックンデモの時に先導車運転してくれる黒いランクルのタックンなんですけども、消防隊で元ね、もう引退なんだけど、でしょっちゅう山登りしてるもんで、えって思っちゃいました。佐賀県小木所、読めないね、これ知ってないとね。小木所に不法滞在ベトナム人30歳男性が出頭。逃亡生活に疲れたとか言っちゃってんだって。最初から逃げんじゃねえよ、めんどくせえわ、もう。安住淳、実現不可能内閣だと口走り、一体何がどういうふうに、って周囲をなんか呆れさせる。岸田は薄バカ三太郎だが、こいつはもっとバカですね。ヒジャブつけない女性を撲殺するイラン、国連人権委員会理事国になってしまう。国連って大の大人が集まって冗談みたいなこと平気でやってる冗談組織なんですかね。どんだけふざければいいか分かってないんですかね。バカみたいな組織だよね。新潟市北区に住む 70代男性、強盗に遭い腹を刺され金を奪われる。男性、包丁が腹に刺さったまま交番に行き助け求める。肉体と精神が強えなこの人な。普通精神的に参っちゃうよね。腹に包丁ぶっ刺さってたら110番
電話かけるっていうのは思いつかなかったんでしょうか、あまりのことに動転して思いつかなかったのは謎ですね、腹刺して殺人未遂ですよね、強盗既遂って懲役25年ぐらいいっちゃうな、この犯人な、ニュースを見ない人が増えている大きな理由は自分が興味ないニュースも見せられてタイパ悪い、タイパ、これタイムパフォーマンス、時間の効率悪いって、59歳以下の過半数がですねテレビ見ないわって言ってますし、必然的にニュースも見られなくなってきてんでしょ、ゴミの未来は真っ黒黒助出ておいで、静岡県浜松市内のアパートに住む女性27歳宅に侵入し、女性の衣服を洗濯し干しておいた、同じアパートに住む50歳男逮捕、帰宅した女性が室内に干されていた衣服で気がつく、あれって私やってねえな、あれ、レベル高え変態さんいたもんだな、って、全くの謎ですよね、なんか寝てる間に靴を修理してくれる妖精さんみたいな小さいおっさんの妖精いるっていう話ですけども、犬を飼うことで認知症になるリスクが半減することが1万人以上を対象とした大規模調査で判明、犬の散歩が散歩の刺激が脳にいいのか、犬飼える余裕があるからもともと食事とか健康管理に気を配れる余裕があるからボケないのか、何とも言えないなーいう感じであります、というわけでですね、メール党員さんになってもらってですね、日本改革党をご支援していただけないでしょうか、読むだけで賢くなり、ネットリテラシーも上がり知識もついてですね、知ってる方にマウント取れますマウントできます、マウンティングする人、クライマーって呼んでますけど私はね、よろしくお願いいたします、デトックスジャパン。